2011年 J プロツアー第13戦の JBCF 加藤ロードレースが播磨中央公園内に設定された1周 7.8km のハイスピードサーキットコースで開催されました。レース当日は朝から晴天に恵まれ、例年同様厳しい残暑の中での戦いが予想されます。そうですね、残り3戦残っていまして、最後の2戦は、増田さんの得意としているコースなので、ここ1戦が多分正念場になると思います。島野との差を広げる、あるいは差を詰められないようにこのレースをこなしたいと思っています。そうですね、結構この展開に左右されるコースなんで、どんな選手、うちのチームの選手も全員にチャンスがあると思うので、その少ないチャンスでも、確実にものにできるように、集中して走っていきたいと思います。J プロツアー その総合争いで島野対ブリッツェンの様相が、まあ、激化すると思うので、まあ、そこをうまくついてこう逃げを作って勝負をかけたいなというふうに思ってるんですけど、まあ、先週タイムトライアル転んでしまったので、それで、まあ、ちょっと個人的に非常に悔しい思いしたので、今日はリベンジしたいなと思います。そうですね、1箇所こうちょっと長めの上りがあるので、やっぱりそこを登った後の下りに入る手前あたりでアタックがかかると結構決まるのかなっていう感じがしますね。上りそのものは結構短いので、その後ちょっとこう集団が緩んだ時に行く選手が逃げると思います。もうさっきちょっと話したんですけど、先週転んでしまったので今日は優勝狙って頑張りたいと思います。そうですね、まあ、島野がどういった形で攻撃をしてくるかっていうところからまずスタートになると思うんですけども、増田選手のトップ争いをやっぱいい形で次のチャンピオンシップでまたさらに差をつけられるような形で今回終わりたいので、なるべくやっぱ僅差の差をやっぱりこれ以上こう詰められない、できればもっと広げられるような形でこうレースを終えられるような展開を作りたいなと思います。やっぱりこう緩斜面になった時に疲れた選手が踏みやめる時にこう集団がこう中切れを起こして前と後ろの差が結構できやすいんですよね。だからそういうところが結構何箇所もあるんで、そういったポイントをやっぱり自分たちで気をつけながら、まあ、レースを進めたいなと。まあ、こうラインディングしていくようなコースなんで、全体的にどこも気が緩められないんですよね。はい、まあ、いい形でですね、今日は帰りたいと思っているので、全力でチーム全体で、レースを戦っていきたいと思います。はい、そうですね、かなり流れる集団が強いコースだと聞いているので、増田選手がちょっと平坦のスプリンター苦手だと聞いているので、畑中さんでなんとかスプリントを制する形で集団をまとめていこうと思っています。暑いんですけども、ここでしっかり差を詰められるように全力でチームとして頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。やはりスプリントになった場合自分の方が有利なので、スプリントでまず確実に優勝を狙っていきたいと思います。それでできれば多くの点数差がついて今日中に逆転できれば最高だと思います。今日リーダージャージを取れるように頑張ります。島野の選手たちに比べて、まあ、僕自身このコースはあまり得意とはしてないんですけど、その中で最低限差を詰められないように、逆転だけはされないように気をつけて走りたいですね。やっぱりレース展開的にはやっぱり自分はその2位の畑中選手の動きを見ながら行く形になると思うんですけど、チームは、中村さんとか辻選手を勝たせるように、今日は動いて勝ちを狙っていくので、応援よろしくお願いします。ほとんど日陰のないコース上の気温は、立っているだけでも汗が吹き出してくるほどの厳しい暑さ。そんな中、各チームは毎周回許可されたボトルなどの補給をいかにミスなく行うかに神経を尖らせます。
第5回 JBCF 加藤ロードレース第13戦を迎えました。 J プロツアー午後2時ちょうど、えりすぐられた94名の選手たちが灼熱のハイスピード構成とスタートしていきます。レースがスタートするとすぐにアタック合戦が開始され、各チームが集団前方で主導権争いを展開します。早速アタックを決めたのは3名、ファール泉、住田ラバネロの戸川選手、宇都宮ブリッツェの小坂選手、そして京都マスターフォーカススーパービーの伊藤選手が集団より抜け出します。さらに湘南ベルマーレの原川選手が合流。そして富士サイクリングタイムドットコムジャポンの松尾選手とエスペランススタージュウェーブ1山口の井上選手も追いつき、6名の選手が先頭集団を形成する形で2周目のラップへと突入していきました。会場に飛ばす先頭の6名はメイン集団との差をすぐに50秒にまで広げます。チームの中では宇都宮ブリッツェンが先頭集団にメンバーを送り込んだのに対して、島野レーシングとマトリックスパーダグはメイン集団内で静観の構えを見せます。3周目に入るとマトリックスパーダグの長良選手が先頭の6名を追って追撃を開始。しかし会長に飛ばす先頭集団との差は思うように詰まっていきません。先頭は変わらず6名、これを50秒差で長良選手とパスディシルベストの矢部選手が追いかけます。メイン集団は1分30秒差で通過。逃げの6名との差が2分を超えたところで、長良選手での追走を断念したマトリックスパータグ勢がメイン集団のコントロールを開始。ベテランの阿部選手などが中心となってペースを維持していきます。最大で3分近くまで開いた先頭6名とメイン集団との差はマトリックスパータグの追走により再び2分台前半にまで縮まり始めます。レースも半分を終え、
前半から逃げている先頭6名には徐々に疲れの色が見え始めます。そしてこのタイミングでメイン集団の先頭に立つのは王者島のレーシング勢。これまでのラップタイムを一気に更新する驚異的なスピードで先頭6名との差をすぐに1分とします。ハイペースを維持する島のトレイン。そしてラスト3周でとうとう先頭の6名がメイン集団に吸収されます。すかさずカウンターアタックで飛び出したのはマトリックスパータグのガロファロ選手。これに宇都宮ブリッジェンの初山選手と若月選手の2名が反応します。しかし集団コントロールを継続する島のレーシング勢がこれらのアタックをすぐに吸収、ラスト2周へ突入していきます。ラスト周回に入り、若干疲れが見え始めた島のレーシングの隙をついてシエルモナロの澤田選手がアタック。この動きもなんとか封じ込めた島のレーシング勢ですが、レース中盤から畑中選手のためにハイペースで引き続けてきた疲れがここへ来て目立ち始めてきます。最後の上りで宇都宮ブリッジェン勢が攻撃に出ますが、これも決まらず勝負は大方の予想通り集団スプリントへ。そして最後に一気に姿を現したのは愛三工業レーシングの福田選手でした。愛三がいった、うわぁ、皆さん揃われました。クレバーな走りで見事勝利をつかんだのは愛三工業レーシングの福田新平選手。2位はレースを支配した島野レーシングの畑中選手。そして3位はマトリックスパワータグのリズヤック・マリウス選手と続きました。 B1 優勝の皆さんに今日一番の大きな拍手をお願いいたします。23歳以下のランキングトップの選手に贈られるピュアホワイトジャージは青柳選手がキープ。そしてこのレースで7位でフィニッシュした増田選手がルビーレッドジャージをしっかりと守っています。そうですね、結局もうマトリックスがまず最初詰めて、島野にそのトレインが変わった時に一気に詰まったんで、もう多分これはそのままどこのチームもスプリントにしたいんだなっていう感じがしたんで、自分たちも人数が少なかったんですけども、少ない人数でもなるべく連携して最後スプリントできるような形を取りました。そうですね、今日はやはりポイント差をリーダージャージへのポイント差を一気に詰めるということはするにはやはり優勝しかないということだったので、誰にチャンスを与えるわけでもなく、もう畑中雄介エースとして勝たせようという作戦だったから、ああいう、動きになりました。そうですね、今日勝てなかったのはとても残念ですけど、ポイント差としてはかなり詰まったので、次のレース全日本実業団一番大事な大会なので、そこで大きい点数をゲットして、リーダーチャージ取りたいと思います。voglio ringraziare tutti, no? Tutta la squadra Matrix che ha tirato per me, no? Dili così, no? Che
tutti hanno fatto grande lavoro per me. Mi dispiace che non ho vinto, però quella gara è un po' percorso per selezione naturale, no? Penso come non ci sono punti proprio duri e facili. Secondo me se fanno quella gara come 2-3 anni fa, come doppia distanza, come 200 km, gara senza tanti pensieri, basta se hai gamba, arrivi davanti, penso. Sono contento che mia forma sta andando su, no? Spero che portiamo una vittoria per la Matrix da Hokkaido, questo è più importante per noi, no? そうですね、レース前はですね、一つ立てたプランとしては、全員で畑中をアシストして、畑中がここで優勝して、増田選手から、リーダージャージを奪い取る。まあね、その中で、チームリーダーっていうのは、チームの、ね、総合リーダーっていうのは考えてなかったんですけど、個人の、年間リーダーを奪い取る作戦で行ったんですね。その中で、チームは完璧に機能していましたけど、ちょっとね、やはりこの暑さの中で走っている選手ですね、どうしてもコントロールが効かなくて早めに詰めすぎたっていうのが一つ、畑中選手を、ね、ゴール前まで守れなかったんですね。最後ゴールは畑中一人にしてしまったので、そこが反省点ですね。ただ、今日犯した失敗は今後につなげることができる失敗なので、チームとしてはものすごく大きなものを今日手に入れられたかなと。でね、なかなかやはり、宇都宮ブリッツェン、ね、今増田選手首位ですけど、そうやすやすとはレッドジャージくれないなと、これを残り、2戦ですか、全力で取りに行くのが今の島のチームの、ね、この J プロツアーでの目標です、はい、次頑張ります。毎回、ね、レース足運んで、またはネットなどの、ね、メディアを通じて応援してくださる方々がね、今多いので、本当に選手はモチベーションを高くこのツアーに臨んでいます。今年も残りわずかなレースになりましたけど、もう最後まで皆さん応援と、レースへの注目、よろしくお願いします。頑張ります。そうですね、有力チームの中ではブリッツェンが唯一先頭集団に、序盤、送り込んだわけですね、小坂選手を。1周目から6名の選手が最大で3分弱の差をつけて逃げて、で、マトリックスの島野も先頭にメンバーを送り込んでませんでしたから、まず彼らは先頭集団を捕まえるということで追撃を開始しました。でマトリックスはウィズダックというスプリンターがいましたので、先頭集団を捕まえた後はその集団ゴールにすることを狙っていたと思っていましたのでね、予想通りの展開で、逆に島野が、集団ゴールって狙ってくるのか、それとも最後その集団をブレイクする厳しい展開に持ち込むのかちょっと分からなかったんで、ブリッツェンは集団ゴールになった場合は辻選手だったり中村選手で、厳しい展開になった場合は増田選手とか瀬間選手が動けるので、両方 その展開に対応は準備はしていたんですけども、そういう形で、ただ最終的にはその島野も集団ゴールを考えてゴールに向かっていくという流れになったので、ブリッツェもそれに応じながらゴールに向かったという形ですね。そうですね、今日のコースはやはりスピードコースだったので、増田選手は、上位というか優勝を狙うのは難しいと思ってました。で今日レース終わった段階でエピレットジャージを奪われてしまうのはちょっとある程度覚悟していた状況なんですね。その中で75ポイント差で、最低限の走りをしてくれて、レビレットジャージキープということで、ある意味想定内の走りでした。で次がそのこの GBCF ロードシリーズ J プロツアーの中でも最高ランク AAA のレースレーティングをつけたチャンピオンシップ、これで優勝すると普段の優勝ポイントの倍の2000ポイントがもらえます。でやはり増田選手にとっては得意の過酷なコースということで、本当にその最高レーティングのレースであるとともに J プロツアーのポイント争いではまさに山場になるレースですので、ここで本当にそのある程度方向性が見えてくると思いますから、全力を尽くして戦っていきたいと思っています。宇都宮ブリッツェンは日本全国レース回っていても
まあ、どこに行っても本当に多くのファンの方が、会場に応援に来てくださって幸せに思っております。残りあと2戦、もうルビーレッドジャージを本当に取るために戦ってきますので、引き続き、応援よろしくお願いします。